XM1202 MCSXM1202 Mounted Combat System とは、アメリカ陸軍が開発していた m g v という軽量戦闘車両ファミリーの戦闘車両の一つ、仮称、砲搭載戦闘システムとも表記するが、定着していない表記である。2009年に m g v 計画は中止され、新たに GCV という戦闘車両計画が開始された。 アメリカ陸軍では1980年から運用されている主力戦車の M1A ブラムスシリーズを長年運用しており、海兵隊も湾岸戦争以前から M1A1 を使用してきた。2007年末の同シリーズの最新型車両は M1A2 であるが2000年以降にアメリカ軍が直面した大テロ戦争において非対称型戦場でのタイゲリラ戦闘や 世界規模での紛争介入のための迅速長距離、展開能力の点では、従来型の重厚長大戦車である M1 エブラムスシリーズではこれらの変化してゆく、要求に対応できない問題が生じた。アメリカ軍では、上記の要求に対応したフューチャーコンバットシステムという名の、新型軽量戦闘車両などによる新しい、兵器体系の構築を2014年までに完了すべく、 研究と開発をダーパを中心に進めている。FCS では共通の MGV を基本設計として、戦車型、自走砲型、自走迫撃砲型、不評戦闘車型、偵察観測車型、走行回収車型、指揮統制型、医療構想車型の8種の戦闘車両を生み出す計画であり、戦車型の MCS もその一つであった。 MCS は C-17 輸送機により3両が空輸可能なほど軽量でなければならないため、早期戦闘車両であるにもかかわらず、空輸重量が24トンまでに制限されている。MCS の車内配置図仕様など動力機関は、車体最全部にまとめられ、保守整備性の向上や、各種派生車両設計のための配置自誘導を得ると、同時にイスラエルのメルカワ戦車のように、 正面被弾時の兵員損耗を最小化する効果が得られる。新開発されたドクマ2社製のワール890直列後、気筒ディーゼルエンジンが生み出す696馬力の回転力は直結された発電機によって電気エネルギーに変換される。一部はリチウムイオンバッテリーに蓄えられ、一部は搭載電子機器や空調機、 砲塔回転などの電源として消費されるが、多くが4機の車体駆動、走行用電気モーターに給電される。モーターとギア類は、すべてが電子制御された、ベーシステムズ製のトラクションドライブサブシステムとして、まとめられている。2機の高効率 AC モーターによって、主な駆動力が生み出され、2段減速ギアを経由して、全部の駆動輪に伝達される。大きな駆動用モーターとは別に小さな、 走行用モーターの回転がそれぞれ左右の駆動用モーター軸にコントロールディファレンシャルギアを介してつながれており、駆動用モーターが生み出す大きな回転力を小さな力で制御している TDS の二段減速ギアにつながれた物理的なブレーキとは別に電動モーターで発電することで車体の運動エネルギーを減災する回生ブレーキも使用される。また、 従来のトランスミッションによってギクシャクと変速していた無駄が排除され、電動モーターによってスムーズでエネルギーに無駄がない駆動が行われる。電動モーターの特性により駆動力の立ち上がりが瞬時であり、低速時のトルクも従来のトランスミッションとは比べ物にならない。動力部に直列ハイブリッド式を採用したことでかさばって重い従来のトランスミッションと駆動シャフトが不要となり、 これらの要因から従来型の同等出力のディーゼルエンジンに比べて40%以上の燃費節約が可能になるとされている。また従来のトランスミッションに比べて単純で小さなギア部は故障が少なく保守頻度や交換部品の供給といった平坦への負担も軽くて済む利点がある。大きな発電機が生み出す豊富な電力は将来搭載される新たな情報機器。 電子兵器への拡張余裕を提供する。砲塔は無人となり、操縦士と砲手は車体のやや前方より中央左右に座り、社長は砲塔後方の車体後部に座る。これまでの有人砲塔による高い位置からの肉眼による捜索は行えないが、砲塔上の複合センサーによって得られる映像と、車体ハッチの潜望鏡窓からの前方監視や偵察衛星と、 無人偵察機からの偵察映像などの高度な CE4、i システムのサポートを受けて、周囲警戒を行うことになる。左側座席の操縦士と、右側座席の放手の2名の乗員は、乗員室内の正面左右合わせて5面の多機能ディスプレイを見ながら、すべてが電気的にコントロールされたドライブバイワイヤーによって操作することになる。 操縦士と社長にはこれらのディスプレイによって360度の外部カラーパノラマ映像、動力系、走行系、搭載兵器系、GPS、INS、三次元線域デジタル地図等の多角的で多様な情報がそれぞれの必要に応じて整理されて提供される。二人の間に備えられた中央のディスプレイには常時、注意警戒システムと車両の動作運転情報が表示され、 通常ディスプレイの故障時には予備となる。砲塔上に遠赤外線カメラ、高解像度 TB、カメラ、レーザー測距、目標指示器が内蔵された360度、旋回式の多機能センサーが備えられている。外部との通信には統合戦術無線システム、リンク16、UHF 衛星通信、WINT 情報ネットワークのための通信機とアンテナが備わっている。 車体全部には、レーザー映像装置とミリ波レーダー装置があり、自立広報システムの一部を構成している。アクティブ防護システムも参照。MCS は軽量化のために、従来の戦車では、当然備えていたレベルの装甲を備えていない。車体の装甲は、鋼鉄以上の強度を持つチタン材を基本装甲に、使い、ポリマー複合材と、防弾アルミ、セラミックスが組み合わされている。 これに空輸後に取り付けるモジュール式追加装甲を加えても、わずか 30mm 機関砲弾を阻止するに過ぎず、そのままでは RPG ロケット弾に簡単に撃破されてしまう。この脆弱な装甲を補うために現在、搭載を検討中なのがアクティブ防護システムである。これは赤外線カミリ波レーダーで、比較的低速の敵ロケット砲弾を感知して車体に当たる前に、 空中で撃墜するものである。いくつかの APS が開発中や初期実用段階で、あるが、採用が有力なのは、米冷静音社のクイックキルシステムである。多機能無線周波数レーダーで、敵ロケット砲弾を感知すると、直ちに軌道を計算し命中する場合は、車体の両側の迎撃弾庫から長距離、短距離いずれかの適したものを選び、垂直情報に発射する。 発射された迎撃弾は空中で迅速に向きを変え、目標に対抗して爆発し、撃墜、または有効な攻撃が不可能な状態にする。MFRFS レーダーは、砲塔の四方に配置され360度全周をカバーする平面アンテナであり、高機能なフェーズドアレイレーダーであるアイサカまたはデジタルレーダーであり、一区通信機能も備えている。軽量化のために走行が、 犠牲になった MCS は敵戦闘車両との直接砲撃戦によって被弾するリスクを避けるために戦車共通の直接標準射撃砲だけでなく指定え射撃砲も標準的な攻撃手段としている2007年末の現在もアーデックで開発中で MCS に搭載予定のおそらく44口径と推定される 120mm 格好法 XM360 は、重量わずか 1860kg で同じ44口径で、M1 エブラムスにも使用されている 120mm 格好法、M256 が 3023kg であるので、かなりの軽量化が行われている。しかし従来の方に比べて軽量化されていても44口径では、すでに52から55口径を備える。 主力戦車が一般化している現状では、発速度の不足は明らかであり、その点を補う意味でも新たな専用の駐車艇、誘導砲弾を開発中である、XM360 に使用する砲弾は、この専用の新開発砲弾とともに、従来型の 120mm 砲弾も、高性能化が図られている、先進運動エネルギー砲弾と名付けられた、鉄鋼弾は対戦車用であり、 ロース MP 砲弾は多目的榴弾である。XM360 は、新艦調停等が電磁気的に行える高機能砲弾とのデータリンク用に、コイル状のインターフェースを備える。無人砲弾のため、アメリカ軍の戦車としては初めて自動装填装置を搭載する。弾薬は、主砲機関部を挟んで砲塔リングギリギリに、発射方向と同方向に寝かせて並べられ、 縦長幅広の二組の体上ループを構成している。断層部の砲塔上部装甲はブローオフパネルになっており、被弾時、搭載弾薬の誘爆によって内圧がある。程度上昇すれば車体内部被害の軽減化のために吹き飛ぶ構造になっている。実験写真では完全な四角形の方針冷却用外板が映っており、対電波、対赤外線に対するステルス性能が考慮されている。 タイプも開発中であることが伺える。XM360 からの発射を想定して、開発が進められている、駐車艇誘導砲弾 XM1111MRM は、鉄鋼弾型 MRM 系と、榴弾型 MRMCE の2種類が、開発中である。共に有効射程は2から 12km であり、完全打ちっぱなし式の砲弾は発射後、完成による弾道飛行により、 目標上空に達した段階で搭載センサーが目標捜索を開始し目標を探す。両タイプとも終末誘導には折りたたまれていた誘導品を転調して空力制御によって誘導される。主に対戦車用に使用される高速鉄鋼弾型の MRM 系は終末誘導にミリ波、レーダーシーカーとセミアクティブレーザーシーカーを使い目標を発見した後は搭載ロケットモーターによって 上空から加速し、超音速の重金属性弾身によって、目標の走行を貫く。対戦車榴弾型の MRM-CE は、週末誘導に赤外線画像シーカーとセミアクティブレーザーシーカーを使い、目標を発見した後はフィンによって誘導されながら、上空から緩やかに落下して、目標物との接触時に爆薬によって、目標の走行を貫く。 共に2種類のセンサーを使うことで、妨害化や悪天候時でも、より確実に目標を捉える。これらの誘導砲弾発射時にも MCS には、目標が見える必要はなく、C4i システムには、繊域ネットワークを通じて、自動的に正確な座標が提供されるため、MCS 乗員はただデジタル繊域地図上の、目標を選択するだけで、FCS は GPS、INS による、 地座標から正しい方位と射角を計算し、環境センサーや方針状態、車体傾斜、創薬温度等による誤差修正とともに、すべての必要な計算を完了する。発射段子を選べば、自動装填され方が施行され、すべての準備が完了する。あとは発射するだけである。MCS は戦車であるが、自走法としての性格も持ち合わせている。無限軌道には、 重い金属製ではなくドルプ社が開発した 38.1cm 幅の一体型ゴムリタイが使用される内部にナイロン織物とスチールコードが積層されて重装しており重量を受け止めるための複合ロッドとスチールサポートプレートが横方向に内蔵されている摩擦が少なくそれ自体が防振剤であるため低騒音、低振動であり 3200km から4 800km 超の走行寿命があるため整備性も高いとされる。また、油気圧サスペンションの採用により従来のトーションバー式に比べて軽量化と長いストロークが達成され、破損時にもユニットごとに外部に取り付けられた。油気圧サスペンションは容易に交換できる。2007年現在での生産予定数は15個、旅団分の約900両とされていた。 順調に行けば2011年にはプロトタイプが完成する予定だった。ありがとうございます。